さんこんにちは、ジャワです。このチャンネルはブランドバッグのシェアリングサービスを行っている私たちラクサスが実際にバッグを使ってどのくらい物が入るのか、サイズ感はどうなのといったバッグの詳細について解説しているチャンネルです。今だけ3ヶ月間半額でブランドバッグをお試しできるキャンペーンをやっているので、よかったら概要欄の URL からチェックしてみてください。皆さん、グッチとバレンシアガのザ・ハッカープロジェクトはご存知でしょうか？バレンシアガが2022年春コレクションのランウェイで発表したグッチとのコラボアイテムで、世界74カ所の物理的な空間でグッチのコードを再解釈したバレンシアガのアイテムを発売することで、ブランディング流用偽造の概念に疑問を投げかける実験的なプロジェクトです。今回はバレンシアガがグッチのオフィディアをハックしたバッグと、そのハックされた元のグッチのオフィディアのデザインの違いなどを見比べていこうと思います。今回はバレンシアガがグッチをハックしたプロジェクトですが、グッチがバレンシアガをハックしたアイテムもあり、そちらもラクサスでは取り扱っています。サイズはご覧の通り、基本的にはグッチのオフィディアからデザインが変更されただけなので全く一緒で、幅14センチ、高さ17センチで、マチが5センチになっています。本当に全く一緒ですね。そしてデザインの違いなんですけど、まずこのグッチのブランドカラーからバレンシアガのモードなカラーへと変わっています。このロゴの部分がグッチの GG からバレンシアガの BB へと変わっています。手触りなんですけど、なんかどちらもキャンバス地を使用されているんですけど、この元のデザインの方はなんか手触りはコーティングがされていてツルツルとした感じです。こちらのバレンシアガの方はそのままのキャンバス地ですね、なんかコーティングがされていなさそうな感じです。濡れるとシミができちゃいそうな感じの素材ですね。こっちは結構なんかさっと拭き取れるような素材になっています。続いて金具です。こっちのオフィディアはゴールドになっています。ファスナーもロゴも全部ゴールドで仕上げてあります。でこちらのバレンシアガの方はロゴとファスナーがシルバーになっています。このデザインのまんまこう BB に変わったものもあるので、なんかそちらは多分ゴールドだった気がします。続いてはバッグの中ですね。まずこちらからいきます。こちらの元のオフィディアの方はキャンバス地になっています。本当に中も何もなくてブランドの革タグがついています。こちらのブランドはグッチです。そしてこちらの方はこんな感じで中がちょっと布のような素材になっていて、デザインがうっすらあるのが分かりますか？この中の素材もね違うんですよ。こちらはもうバレンシアガがグッチをハッカーしたデザインなので、カータグにはバレンシアガって書いてあります。なので本当にブランドも変わるんですね。長さ調節が25段階できるようになっています。私はちょっと長めでクロスボディにするのが好きなので長めに調節しますね。なんか結構ベースがブラックなので持っていただきやすいような色合いです。本当どんな服にも合いそうですね。なんかこのオフィディアのデザインって結構なんか今からの季節、秋とかに結構ぴったりじゃないですか。このデザインは本当になんか男女問わず使っていただけそうなデザインです。本当にサイズ感とかもめっちゃ良くないですか？かわいい。本当にさっきこの25段階調節できるって言ったんですけど、短くして持つとショルダーバッグとかそういった感じにも持っていただけます。ではちょっとちっちゃいのでね、この携帯とハンカチを入れてみます。 iPhone とハンカチを入れて、まだちょっと隙間があるので、お財布だったり化粧直しの道具だったり、なんかそういうものとかも入れても良さそうです。ちょっとしたお出かけとかに使いやすそうなサイズ感です。こんな可愛いバッグもラクサスにはありますので、ぜひ概要欄から無理アプリをダウンロードしてチェックしてみてください。3ヶ月半額の今がチャンスです。いかがだったでしょうか？今回ご紹介したバッグの他にもラクサスにはエルメス、シャネル、ルイ・ヴィトンはじめとしたブランドバッグが約4万点あるので、買おうか悩んでる、使ってみたいなんて方はぜひラクサスでまずはお試しレンタルしてみてください。もしこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。